毎日アヘアホ体操。アヘアホ、ヘとホでお腹をへこませて、アヘアホ。はい、OK です。今回はできるだけ早く基礎代謝をアップさせる方法を解説していきます。基礎代謝を高めるためにはですね、筋肉量を増やすんですね。で、筋肉量なんですけど、下半身、体全体の、筋肉量は下半身だけで 70% なんですね。なので下半身の筋肉量を上げるとかなり、基礎代謝は高まりやすいんですね。ということで下半身のトレーニングにターゲットを絞って今日は解説していきたいと思います。その中でもスクワットですね。スクワットというのはこうお尻を斜め後ろに後方に引きながらこう膝と股関節を曲げて、こんな感じですけど、これちょっと難しいですよね。運動の初心者の方はですね、すごく、やりに、形を覚えるまでちょっと大変だと思うので、なのでそういう方は特に使ってほしいのはこの椅子です。この椅子を使って、椅子からよっこいしょって立ち上がって座る、ただそれだけです。これで実はもうトレーニングなんです。スクワットと全く同じ効果があるんですね。太ももだったりお尻とかも、これで効かせることができます。足を肩幅にしていただいて、よっこいと立ち上がって座って、これを一緒にいきます。20回、せーの、1座って、2座って、3座って、4そうですね、5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20。はい、 OK です。これでですね、まあ、20回、もしもできた方は20回からこう30回、40回、50回、100回と増やしていけば、少しずつ筋肉量も増えると思います。で、もうちょっと負荷かけたいときは、一つの方法としてですね、この椅子が壊れてる椅子だと思うんですね。思うだけでいいんですね。この壊れた椅子に、壊れた椅子からよっこいしょと立ち上がるんですね。で、壊れた椅子によっこいしょと座る。そうすると、自然とお尻がつく瞬間に、止めますよね。なのでより下半身に効いてくるんですね。なので壊れた椅子でやるようなイメージ、これだけでいいんですね。これで回数を徐々に増やしていく。まだ物足りない方は立ち上がるとき、座るときにアヘアホ入れるんですね。ヘとホで立ったり座ったりするんですね。見ててくださいね。アヘアホ、ヘとホでもちろんお腹へこませるんですけど、ヘとホで立ったり座ったりします。いきますよ、一緒にいきます、せーの、あ、へ、あ、ほ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 。はい、 OK です。そうすると下半身をトレーニングしながらお腹のインナーマッスルも鍛えることができるので、これで基礎代謝をアップさせてみてください。